2軍の試合にもかかわらずおよそ30人の報道陣が詰めかけました。1打席でも多く打たせたいという首脳陣の意向で松井は1番レフト。第3打席、同じドラフトルーキー1位ヤクルトの伊藤のカーブを捉えます。そして第4打席、開幕ベンチ入りメンバーから打たれた松井が意地を見せました。このホームランをビデオで見た長嶋監督は、ちょっと甘いボールだが振り切っていたと話していました。これで今度はドームでのホームランですね。そうですね、やっぱり1日も早く上に上がってね、試合に出してもらえたらね、早くそうなるように頑張りたいですね。